金星殿王座にある、実月後法図金星殿内部の天井金星殿は、大韓民国ソウル特別支掌録にある慶福宮の、聖殿。高麗末期、朝鮮王朝初期の政治家、学者であった帝道殿が名付けた。金星殿の金星というのは、世の中の事柄は、いそしむとうまくできるという意味で、大祖実録に載せてある。文録、慶長の役の前には、回廊が単道であったが、 現在の金正殿は袋形式で、行閣に囲まれた中庭の北側に位置されている。上下月台の上に、正面5軒、側面5軒の大きさで建てられた2階建ての建物で、屋根は横から見て8時の模様である八作屋根である。正殿の手前にある広い中庭には、荒削りの薄石が敷いてあり、その中には、小道が通ってあって、その五道の左右には、 文部の身分によって9組の品解析が置いてある。金星殿の外観は2階建てに見えるが、内部は、階の区別がなく全体が通じてある。裏面の建物の内側に建てた柱の中央には、王様の御座があり、その後ろには、実月後竹図という屏笛がある。天井の中央には宝蓋を作り雲の柄を描き、足指の爪を7つ持つ体の7つ目竜を飾っており、 建物の中の床は角戦石が敷いてある。ソウルナビ、ありがとうございます。